ストライクショット。こんにちは、エクスフラッグの中のソナパッチョのパナイです。はい、本日はお待ちかね、はい、じゃじゃーん、獣神か坂本龍馬を使ってみた。アニメの中でね、はい、獣神化しましたからね、土曜日ね、はい、びっくりしましたよね。びっくりですよ、うん、めちゃくちゃかっこよかったですよね、うん、びっくりしたんですけども、アプリでも獣神化します。イエイイエイということで、はい、早速使ってみようと思います。行きましょう。はい、ということで、じゃーん、アンチ重力バリア、アンチウィンド、うん、お、アンチウィンドがで、ゲージで貴族性キラーかつですね、優勝コンボはスパークバレット。 なんだ50発の貫通する反射特性弾で近くの敵を攻撃。ほうほうほう、新友情コンボですね。ほう、さて、貫しようかな。えい、わしゃわしゃわしゃ、おー、はい、当ててみます。はい、えい、おー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 、いなくなった全員。すごい飛び交ってたよ。当ててみます。はい、じゃーん、うわー、うわ、え、強くないですかこれ。強いし、ネクロ両方倒したよね。まあ、近くのやつ行って、もう反射してバーってなるから、うん、左下のやつも確かに壁に反射して何回かこう、うん、やってるんだね。天の目の前で、よいしょ、おー、めちゃくちゃ弱点に、いろいろ出たけどいろいろ出て60万だったけど、うん、まあ結構効いてましたよね、多分弱点で、ね、ですね、うん、30… うん、そうですね、うん、どれくらいかかんないけど、うんうん、かなりダメージ入りましたね。そう、近くの敵にショットガンみたいな感じで打つんで、うん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 、弱点目の前だとかなりダメージが入りやすいかも、ね、ですね、うん、はい、はい、ストライクショットです。ドリューの力で中村ちゃんを引いて敵に打ち込むダラガンスピリット。じゃあ立て勘します。まあね、もうキラーの力でね、見たいです。自身回転ドラゴンスピリット、オラ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 、234万、はい、っていう感じね。これが26ターンの方ですよね。26ターンの方を今打ちましたが、うん、1個前だと22ターンだけど、22ターンで打ってて、うんうん、そっちの威力の方が前の神化の方の龍馬と同じ威力だということなので、うん、今度強化されてるかな、うん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 、ということか、はい、はい、ということでございます。ではステータスいきましょう。はい、ということでステータスはこちらになります。けそうなクエストは今回クシナダに来ましたけど、うん、他だと、うん、あのシャンバラ、うーん、シャンバラ前の神化龍馬でも使えますけど、うん、この新しい友情コンボになることで、うんうん、なんかより使いやすそうですよね。うーん、あの雑魚処理、はい、フレズベルク倒して剣出すってですね。そうそうそう、剣出すフレズベルク倒しにも良さそうだし、うん、あとその剣取ったあと自分の友情コンボで結構崩れそうじゃない。その強化されたやつで、あれ結構もうね、うん、四方八方に飛び回るから、うん、このスパークバレットが、スパークバレット、ちょっと見てみたいですね、うん、ね、うん、確かにとかかな、うん、はい、はい、他なんかいけそうなクエストありますか。あと降臨だと、まあ、重力バリアンで貴族性で、うんうんうん、まあ、貴族性キラー持ってるので、うんうんうん、キナとポルターガイストとか、うん、ポルターガイスト、うんうんうん、確かに重力バリアがありますからね、うん、あと、あの、うん、私のセルケと、うん、私のセルケトは私がね、あのセルケトは、まあ、うん、あのダメージオールも出るんですけど、うんうんうん、サソリ出てくるじゃないですか、うんうんうん、でこの友情コンボ、どれぐらい刺さるんだろうね。で一気にバババババババでかなり効きそう、うん、反射してまたこれ戻ってくるからね、はいはいはい、それでもダメージ入りますから、あ、なるほど、度数がかなり稼げるんじゃないかなと、うん、思います。はい、はい、ポイントいきましょう。まあもうこれですよ、新友情コンボスパークバレットですね。すごいですね、うん、もう画面を、そうですね、副友情コンボも普通にもうレアロック相当の強さの、うん、反射拡散弾を持っているにもかかわらず、うん、さらに新友情コンボスパークバレット、はい、はい、
ですね。すごいね、うん、ワクワクもね2個つけれるしね。そう、重心化のいいとこそこですよね、うん、2個つけれてさらに強化することができると、うんうんうん、これより強化できるということですからね。はい、うん、ということでね、はい、持ってる方はぜひね、うん、重心化していただいて、イラストもねすごく、うん、あのアニメに合わせたイラストになってますよね、うん、ちゃんとアニメに出てきたままですよね。なんかかっこいいですね。かっこいい、うん、頭身も高めで、うん、ぜひねアニメまだ見てない方は、ね、うん、ぜひ登場シーン、重心化するシーン見てください、はい、結構震えますね。はい、はい、というわけで以上、重心化坂本龍馬使ってみました。お楽しみに、お楽しみに。ではバイバイ。ご視聴ありがとうございます。まだモンスト公式チャンネルをご登録でない方はご登録をよろしくお願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録お願いいたします。パソコン、タブレットからご覧の方はこの画面内のこちらにあるボタンからご登録お願いします。 X フラッグではモンストアニメや他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。ではよろしくお願いします。